こんにちは、痛みの窓口丸目接骨院の丸部です。今回の動画でですね、傷を最短で治す方法という内容でですね、お伝えさせていただきたいと思います。転倒した際とかですね、よくね、腕とか、膝小僧ですとか、擦り傷とかね、そういった傷を作った場合ですね、どういった形で、処置されているでしょうか。ほとんどの方がですね、こういった形で、消毒をするとかですね、ガーゼを使うとかですね、傷を乾かす、いわゆる、かさぶたを作って、あとはほったらかしで治していく、そんな感じにしているんではないでしょうか。実はですね、この方法はもう全然間違いです。間違いです。逆にですね、これはですね、傷口をね、治すのを遅らせます。遅らせます。逆効果ですね。じゃあどういったですね、処置の仕方、治療の仕方がいいのかっていうことなんですけども、このですね、湿潤治療ですね、モイストケアとかいうふうにね、言い方もありますけども、この湿潤治療っていうのがめちゃくちゃ早く傷口も跡がね、残るのがね、最小限に留められて本当に早くなります。今回ですね、この湿潤治療についてですね、やり方についてね、お伝えさせていただければなというふうに思っています。で、この湿潤治療なんですけども、この治療法はですね、形成外科医 の夏井誠先生という方がですね、提唱した治療法になります。この湿潤治療の基本的な考え方ですね、どういったものなのかと言いますとですね、まずですね、傷を乾かさないということなんですね。逆ですよね、本当にね。それから、程よく潤すということなんですね。よくですね、傷口ね、できた時に、ぐちぐちしたね、じゅくじゅくした、液がね、こう漏れ出てくることがあると思うんですけども、あれは、浸出液というものなんですけども、実はですね、この浸出液が、そのね、傷のね、治りを早めてくれる、すごく大事なものなんですね。それをうまく活用するということですね。で、それから、傷を消毒しない、ということなんですね。これですね、よくね、こう消毒する人ほとんどだと思うんですけど、このですね、3つのこの考え方ですね。これを基本とする考え方の治療法が、この湿潤治療っていうふうに言います。で、これなぜね、こういうことをしているのかというとですね、この傷を乾かさない。ね、よくみんな、かさぶたをね、作ったらね、あとそれが消えたら OK みたいなね、ふうに考えている方が多いと思うんですけども、実はですね、このかさぶたを作ると、どん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 ですね、新しくね、治そうとして、細胞がね、どんどん増えていこうと、新しいものに変えていこう、新しいね、細胞を生んでいこうとしているものをですね、これ、ストップさせてしまうんですね。ストップ。止めてしまうんですね。だから、かさぶたはなるべく作らないということがすごく大事だということの概念なわけなんですね。で、それから、程よくね、潤す。このモイストっていう意味が、潤いっていうようなね、意味合いがあるんですけども、先ほど言った通りね、このジュクジュクした液、いわゆる浸出液ですね、これが、どんどんですね、皮膚をね、再生するために、治していくために、非常に大事なものになってきます。非常に大事なものになってます。で、これをうまく活用するためにですね、潤しておくってことなんですね。これ乾いてしまったらもうこれね、かさぶたと同じ状態になりますので、この浸出液をうまく活用するために程よく潤すということなんですね。で、それからこの傷をね、消毒しない。これがむちゃくちゃ重要になります。むちゃくちゃ重要になります。で、これ消毒するとね、どうなるかというと、そこのね、バイ菌とか、細菌とかね、そういうのもやっつけられるからいいでしょうっていう考え方なんですけども、ということはですね、人間の治そうとする細胞もですね、殺しちゃうんですね。
細菌以上に、人間の層を治そうとする細胞を殺してしまいます。ですので傷は消毒しないということなんですね。じゃあ実際ですね、この湿潤治療なんですけども、まあ、どういった形でですね、まあ、治療していくのかということについてですねお伝えさせていただきたいと思います。まず第1番目ですね、これすごく大事なんですけども、まあ、しっかりですね、まあ、水道水で洗うということなんですね。水道水でしっかり洗うということなんですね。例えば、まあ、泥であるとかね、まあ、砂であるとかね、まあ、そういったものをしっかりきれいに水道水で洗う。これがむちゃくちゃ大事になってきます。そして次の手順ですね。これなんですね。ハイドロコロイド包帯というふうに言います。で、これなんですけども、これね、中身どんなものなのかと言いますとですね、まあ、こんな形のものになります。こんな感じで中入ってます。で、これをですね、まあ、傷口の、よりもですね、一回り大きいサイズでですね、カットしていただいて、このフィルムを剥がしてですね、ペタッとくっつけるだけです。これだけです。もう超簡単です。これでですね、中身がですね、程よく潤った状態をキープできて、かさぶたを作らずですね、むちゃむちゃ早く治ります。この浸水器をですね、うまく活用するっていう治し方ですね。で、このね、潤して治すというね、方法なんですけれども、よくですね、まあ、傷パワーパッドがね、思い浮かぶ方もいらっしゃるかと思います。この傷パワーパッドなんですけども、まあ、大体10枚入りぐらいでね、まあ、売ってるんですけども、サイズがね、いろいろ決まっててですね、ちょっと使い勝手悪いですし、まあ、10枚入りでね、だいたい1000円ちょっとぐらいで売ってると思うんですけども、だいたい1枚、まあ、100円ぐらいするんですね。まあまあ、それなりにちょっと金額かかります。まあ、それに対してですね、このハイドロね、コロイド包帯っていうのは、まあ、こんな感じになってますので、自由にですね、こう、サイズをね、カットしてで使えるのですね、すごく使い勝手がいいです。で、かつですね、やっぱりその、キズパワーパッドとかと比べるとですね、まあ、使い勝手がいい分ですね、コスパもすごくいいです。すごく安上がりつくと思いますんで、ぜひですね、このハイドロコロイド包帯、すごいおすすめですので、これをですね、使っていただきたいと思います。で、これなんですけども、ちょっと薬局とかでですね、多分おそらく、売ってないかと思いますので、ネットでね、アマゾンなんかでですね、ちょっと見ていただくと、すぐ見つかると思いますので、またね、概要欄に、まあ、貼っておきますので、ね、そちらからまた見ていただければなというふうに思います。だいたいこれでですね、1100円ぐらいですね。はい。で、もしですね、傷口のですね、まあ、浸出液が多い場合ですね、まあ、これを貼ってもちょっと漏れてくると言った、パターンもあるかと思います。そういった時はですね、このプラスモイスト、こちらをですね、使っていただければなというふうに思います。で、このプラスモイストなんですけども、まあ、中身どんな感じなのかっていうとですね、こんな感じですね。これがね、3枚入ってます。で、これもですね、同じように、まあ、傷口よりも一回り大きいサイズにカットしていただいて、このね、白い面を傷口にね、こう貼るような感じで、つけていただければいいかなというふうに思います。で、このプラスモイストの場合はですね、このままつけてもくっつかないので、紙絆創膏でですね、ちょっと剥がれないね、こう止めていただいて、もうそれだけの処置で OK です。で、注意していただきたいのは、このね、ハイドロコロイド包帯もそうですし、プラスモイストもそうなんですけども、毎日ね、交換してほしいんですね。衛生面考えた時にね。だから毎日交換してください。で、この交換する際に大事なことなんですけども、その傷口の面ですよね。それから傷口の周りですよね。これをしっかりですね、水で洗ってください。洗った上でまた貼り替えるということですね。これが非常に大事になっています。
でもしですね、この湿潤治療で、このハイドロコロイド包帯プラスモイストもちょっと今ないと、だけどなんかそれね、湿潤治療をやる方法はないのかという場合もあると思います。この場合は食用のねラップを使ってください。ラップをですね、こうね、貼っていただいて、まあ、そのままだと、まあ、剥がれ落ちますから、同じように紙絆創膏でね、ちょっとこう、しっかり止めるようにしてください。もうそれでも OK です。で、このラップの場合はですね、注意していただきたいんですけど、汗とかね、よくかく夏場とかはですね、適宜ですね、ちょっと、交換してほしいんですね。貼り直すっていうところですね。ちゃんと水で洗って、しっかり貼り替えるということですね。こういったハイドロコロイド包帯ですとか、プラスモイスですと、ある程度ちょっとね、汗とかあっても、吸収してくれるんですけれども、ラップの場合はですね、それ吸収してくれないので、ちょっとね、こまめに、交換していただくとおすすめします。ラップでも十分効果ありますのでね、ぜひやっていただければなというふうに思います。で、注意事項なんですけども、特にね、この湿潤療法をしても、こういったケースがあるかと思います。なかなかね、もう血が止まりませんという時ですね。それから、なんかこう、傷が深そうで、ちょっと心配だな、とかね。それから、なんか熱が出てきたね。発熱が出た場合ですね。特にもう 38.5 度とかね。まあ、こういった場合。それから、動物にちょっと噛まれてね、こう傷ついたとかですね、まあ、引っかかれて、まあ、傷ついた、こういった場合ですね、こういった場合は、病院でね、見てもらうようにしてください。で、この病院といってもですね、湿潤治療でですね、まあ、調べていただくとですね、インターネットとかでね、調べていただくと、そういう湿潤治療をしているところ、リストが出てきます。そこのね、やってる病院ね、行っていただいて、見ていただくようにしてください。本当にですね、これね、すごく便利ですのでですね、家庭にですね、一つ持って、いただくとすごく便利ですのでですね、例えば、まあ、包丁でね、切ってて、プチュッとね、指切ったっていう時でもこれ使えます。簡単に使えますので、ぜひですね、これね、やっていただくことを おすすめします。今回の動画は以上になります。特にですね、部活をやってね、スポーツやってる方とか、部活やってるお子さんがいるとかですね、小さいお子さんがいる方とかですね、こういうね、傷をね、作ってしまうことっていうのはね、すごく多いと思います。そういった時にとてもね、便利ですので、ぜひですね、活用いただければな、というふうに思います。